これだけ高揚した気持ちでレースに臨めるとはありがたい。7番人気は5番ゴールドシップ。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。頂点を目指し走り抜いてきた馬娘たちの最後の舞台、サジタリウス杯決勝。1番人気はもちろんこの子、2冠馬娘。8番成田大臣、2番人気を紹介しましょう。グランプリ馬娘オグリキャップ、注目のここまで無敗2冠馬娘。5番ゴールドシップ、5枠5番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気、8番成田大臣、マルゼンスキー会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。第4コーナーカーブ、先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はオグリキャップ、さらにはライスネイチャー、さらに3番ゴールドシップ、7番成田大臣。続いている。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。さらにその外からは8番成田大臣、そしてその外9番ゴールドシップ、内から行くシンボリルドルフ、一馬身差5番ゴールドシップ、マルゼンスキー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。1コーナーから2コーナーへ向かう、順位を振り返っていきます。依然先頭はマルゼンスキー、続いてオグリキャップ、その後ライスレーチャー、その後ろに3番ゴールドシップ、シンボリルドルフ並んできた。あとは7番成田大臣、一馬身離れて8番成田大臣、少し離れて5番ゴールドシップ、差がなく9番ゴールドシップ、息揚々と先頭を行きます。マルゼンスキー、さすがもの、フィーバーするわよ。面白くなってきたぜ。かかってしまっているかもしれません、一息つけるといいですが。マルゼンスキーまだリードをキープしています。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。先頭マルゼンスキー、レースはよどみなく進んでいます。残り 1000m を通過。続きましたオグリキャップ、少し後ろからシンボリルドルフ、1馬身離れて5番ゴールドシップ、すぐに続いて9番ゴールドシップ、そのうち並んで7番成田大臣、外を回ります。8番成田大臣、そして内目をつきましては3番ゴールドシップ、外からナイスネイチャー。先頭は依然マルゼンスキー、4馬身リード、4馬身離れてシンボリルドルフ、まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー、並びかけてきたのはシンボリルドルフ。シンボリルドルフ完全に抜け出した。200を通過、シンボリルドルフ譲らないか。7番成田大臣食らいついていく、先頭はわずかにシンボリルドルフ。7番成田大臣とシンボリルドルフ、もつれるようにゴールイン。
7番アリーナ大神、3着に入ったのは5番ゴールドシップ。唯一抜きん出て並ぶものなし。ありがとな、トレーナー。